人間の力を奪います。
土が黒くなったり、葉っぱが黒くなったりします。学校では福島産のものを食べています。福島産のものを食べるのは嫌です。私が伝えたいことはただ一つ、子どもに普通の生活をさせてほしいということだけです。食べ物の産地を気にせずに食べさせること、雨に濡れても気にせずに外を歩くこと、草、花、虫、土に触れさせること、室内ではなく外で自由にのびのびと遊ぶこと、そんな当たり前の普通の暮らしです。しかし国と県は、健康への影響はない、放射能と上手に付き合おう、放射能に負けない体を作ろうなどというまやかしの言葉でごまかし、実害であるにもかかわらず風評被害だといって汚染された食品を子どもたちに食べさせ、モニタリングポストを設置し、空間洗浄は下がっていると安心感を植え付け、土壌汚染は見て見ぬふりをしています。通学路が手つかずのまま除染をしている住宅のすぐ近くを子どもたちは登下校をしています。その挙句、除染基準の 0.23 マイクロシーベルトの数値を引き上げようとしています。人体に影響がないからいいのではありません。事故前の数値で生活をすることが私たち親の望みです。福島第一原発は未だに安定した状態ではないのに安心安全だといい、今の国と県は子どもを守ろうという姿を見せているとはとても思えません。今でも無用の被曝をさせていることを認め、早急な対応を要求したいと思います。この夏、台風や大雨によって日本各地で大きな災害が起きました。多くの日常生活だけでなく、たくさんの尊い命までも奪われました。深く大きな悲しみの中にいらっしゃる方々に心からお見舞い申し上げます。テレビでは大雨警報とともに住民の避難勧告や命令が報道されていました。ここにいる皆さんもきっとそうだったでしょう。私もどの命も危険にさらされることがないようにと祈っていました。そしてそれと同時に、このような報道が流れるたびに東京電力福島第一原子力発電所事故直後のことを思い出していました。直ちに健康に影響はないと繰り返された政府発表、避難ではなくとどまることを強要された時でした。ある人はそれを信じ、ある人は信じられなくてもとどまらざるを得なく、ある人は自らの意思で避難を決心しました。しかし3年5ヶ月経った今でも私は理解できないのです。津波と洪水、土砂崩れから避難することも、放射能から避難することも、命を守るための判断と行動であるはずなのに、なぜ放射能からの避難がこれほど難しく認められないのでしょうか。また、我が家にとどまり、子どもの命を守り、育みたいというシンプルな願いが、なぜ聞かれないのでしょうか。中通りから会津地方へ自主避難をしたお母さんが言いました。私は被災者や避難者になったらすぐに県や国は助けてくれると思っていた。でも1年経っても2年経っても何もない。私たちなんてまるでいないかのよう。本当に日本という国は民を守らないのですね。これは69年前の戦争を体験した者から聞く言葉と同じです。となれば今の私たちの社会は戦時中と同じ緊急時のただ中にあるのではないでしょうか。ここに一冊の児童文学書があります。タイトルは「エリとここなら安全よ、ユダヤ人迫害を生き延びた少女の物語」。後書きを少し読んでいます。これは実話を元に書かれています。エリとシュワルムは1932年オーストリアのウィーンに生まれ、第二次世界大戦が近づくと家族と共にオーストリアを脱出し、あと後には南フランスまで逃げます。父が逮捕された後、母と姉はそれぞれの家の農家に身を隠し、エリートと弟のガストンはモアサックの寄宿舎に送られました。この寄宿舎はフランスのユダヤ人スカウト団の資金援助を得て、シャタ・シモンとブーリ・シモンの若い夫婦によって運営されていました。シャタとブーリは4年間
親のいない子どもたちをかくまい続けました。多くの子どもたちの親が収容所へ送られたか別の場所に身を隠していました。第二次世界大戦中にモアサクの寄宿舎にいた500人を超える子どものうち生き延びることができなかった子は1人だけいました。シャタとブーインの助言にもかかわらず両親がその後を引き取りに来てその後一家は捕らえられ収容所へ送られたのでした。モアサックの町の人は皆寄宿舎にユダヤ人の子供がかくまわれていると知っていました。町の学校は寄宿舎の子供たちを温かく迎え入れ町の人は一人として隠れているユダヤ人を密告しませんでした。ナチスがユダヤ人を探しに来るという情報が届くと町長はすぐにシャタとブーディへ連絡しました。そして危険が過ぎるまで子どもたちは森へ身を隠すためキャンプに出かけるのでした。第二次世界大戦ホロコーストが起こった時殺されたユダヤ人は約600万、そのうち150万が子どもでした。差別が引き起こす悲劇です。しかしその悲劇を食い止めるためにシモン夫妻のように勇気を持ってユダヤ人に救いの手を差し伸べた人々はヨーロッパ全土で2万人を超えたと言われています。普通の市民が自分の命を失うかもしれない大きな危険を冒してまでも人々や子どもの命を守ったのです。それは自分の内にある恐怖心との戦い自分の両親との葛藤から生まれた決意でした。人として正しいことをしようと信念との信念から生まれた決意でした。さらに助けるものは私はあなたの命を守る助けられるものはあなたによって私の命は守られるとの信頼によってつながったのでした。子どもたち被爆裁判は国民の生存権を保障し国の社会的使命を定めた日本国憲法第25条と教育を受ける権利を保障し教育の義務を定めた第26条の上に立ち本日提出されました。そして第97条にはこのように記されています。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であってこれらの権利は過去の幾多の試練に耐え現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものである。命がないがしろにされる幾多の試練があっても人類は自由獲得の努力を止めることはありませんでした。そして今私たちはこの努力を重ねる流れに加わろうとしています。海外からも支援のメッセージが届いています。国を越えて人として正しい生き方を求め訴え実現しようとする裁判が始まります。憲法が不安を持って語られるときは憲法が危ういときです。今こそ我が国の人権私の人権を守り生かす時代を作っていきましょう。さらなるご支援を心からお願いいたします。